はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はアウルモッドレベル2バトルマスターで攻略していきたいと思います。レベル1とは何が違うのか、どういった装備が必要なのか、いろいろ分かってきたことも多いし、まあいろいろこうやり方もだいぶ変わってきたんで、今回そちらのやり方をお見せできたらいいかなって思います。構成に関しましては今回、僧侶、レンジャー、バトルマスター、あとは武闘家ということで、まあこの前はレベル1の時は魔物使いを入れてやったんですけども、まあただ今回はそちらを武闘家にして HP リンクなしでやっているんで、まあちょっと不安な要素もあったんですけども、まあそれでも倒すことができたんで、僧侶、レンジャー、バトルマスター、ここまではテンプレとして、アット1を何にするか、みたいな感じだと思いますね。まあ道具使いでもいいわけだし、まあいろいろこうやり方はあるかなと思います。まあなので逆を返せば、いろんな職業で活躍できるような、そういったボスになっているんで、まあかなり面白いですね。で、今回自分の装備なんですけども、こんな感じ。まずは最新の体験。こちらが悪魔特攻が入っているんで、まあこれはめちゃめちゃ強い。あとはレベル1の時にも解説したんですけども、まあ HP 頭に、でさらにまあ体上はどうでもいいです。まあできればブレス耐性あたり持っておくといい感じかなって思います。レンジャーの霧がなくなった時にもう保険が効くようになるん で、あとは体下なんかは毒 100%、 これは絶対につけてください。あとは腕なんかは会心とかその辺で、で一説によると両手剣なんですが、天下無双をするだけであれば会心錬金の方が強いらしいです。まあとはいえど両手剣なんで攻撃力の埋め尽くしで、まあいろいろ汎用的だと思うんで、まあ攻撃力でいいかなって感じはするんですけど、限界ギリギリを詰めたい場合は会心錬金を選ぶといいかもしれません。で、あとはこちら顔アクセサリーなんですけども、今回ひたすらまあ天下無双を挟むんで、ちょっとでも火力を伸ばしたいので死神のピアスをつけております。別に必殺をチャージした時にピオリムとかなその辺いらないので、まあ自分はこう死神のピアスをつけております。で、あとは今回こちら首アクセサリーなんですが、みんな竜の鱗つけてんすよ。まあとりあえず無難に強いのが竜の鱗っていうのはもう重々承知なんですが、まあただ今回ですね、多段攻撃ってないんですよね。ほとんどっていうか耐えられる多段攻撃ってないんですよ。多段攻撃があるとすればジャッジメントと、あとはスプラッシュに関しては食らったら死ぬし、まだジャッジメントに関してもそこのダメージがマイナス60軽減できるのはいいんですけども、ただそれ以外の技になった隙に全部単発なんですね。なので今回のボスってマジで聖女ゲーなんですよ。聖女があるかないかではだいぶ生存率が違ってくる。なので金のロザリを今回つけております。今回の動画では何回救われたかは分かんないけど、まあ、ただ何回も自分ちょっと動画外でやってるんですが、金のロザリオに助けられる場面というのはむちゃむちゃ多くありました。なのでまあ金のロザリオ、まあ、あとはタイムアタックやるんであれば全然中性のチョーカーでも問題ないかなって感じはする。別に竜の鱗をつけてるからって言って助かる場面って正直ないので、いずれにしても刃の防御をしないと死ぬものは、まあ、竜の鱗をつけてても同じですし、まあ、とにかく自分的には金のロザリオが強いと思うので、まあ、この辺ぜひとも皆さん普及してください。で、あとはこちら指アクセサリーなんですが、今回武人将軍の指輪をつけているんですが、まあ、いろいろこう特攻系のベルトを作ってあるんであれば、まあ、こちら断罪の指輪でも強いかなって感じ。最新の両手剣にこちら行動時 10% で売春がついているので、まあ、別にこちら武人将軍の指輪じゃなくても全然いいわけですね。まあ、あとは胸から下はまあそれっぽい感じで、瀬戸のアンクとか、あとは悪魔特攻のベルトなり、まあその他いろいろこうつけたりして、まあやってください。まあ今回ちょっと人と違うのが金のロザリをつけてる、みたいな感じですね。つうわけで実際の戦闘どんな感じだったのか、早速 VTR の方見ていきたいと思います。VTR、スタート!はい。というわけで早速見ていきましょう。まず開幕、武闘家さんが前に出てくれました。ここで怒号を吐いているので、まあ、しばらく怒号の心配はございません。バイキルトをもらいました。で、まあ、ちょっと範囲攻撃でやられそうな感じですけど、まあ、最初なんでね、序盤なんで、ここは強気に天下無双を無理やり差し込んでいきます。まあ、要はバトルマスターっていかに火力を出せるかっていうのが仕事なので、多少やっぱリスクを払ってても、火力を出さないといけない場面ってめちゃめちゃ多いわけですね。で、ここで必殺技を引くことができました。テンションブーストを使って、そろそろサマーソルトが来るということで予測していたので、まあ、ところが、ここでちょっとレンジャーさんがターゲットを引いてしまったので、まあ、しばらく天下無双とかで茶を濁していきます。まあ、ここで追撃が出そうになったんですが、最下の陣があったので、ここはしっかりと最下の陣を引いていただいて、で、ここでおそらくサマーソルトが来るだろうなと思ったんで、読みでラッシュバーンをやっております。いや、これはいいダメージですね。マジ3万ダメージくらい出ましたね。で、あとは、はい、こんな感じに。
聖女の守りがあるということはスプラッシュ以外で自分が死ぬことがないということなので、もうガチで強気に、こうやって縁が来てしまった隙は、必死にこう行く必要があるんですが、はい、こんな感じに。であとは天下無双、ね、これ大丈夫ですかと、聖女かかってるんでこれ大丈夫なんですね。この辺は聖女剥がされないように適度な距離感を保ちつつ、であとはもうこんな密着して天下無双やっていいんで、だからブレスなんか関係ないんで、こんなで聖女の守りがある限りはスプラッシュ以外では死ぬことがないので、強気にガシガシに攻めていきます。よし、でこんな感じですね。で血刃が来たんですが、時間的に天下無双一発挟める余力があって、さらにこちらの血刃なんですが真ん中に3つ、あとはなんかそのなんつうの、その外周に3つぐらいということで、なので外周にいれば、結構避けやすいということですね。逆に血刃が来た時に真ん中にいてしまうと真ん中に凄まじい量の血刃が来てしまうので、非常にこう避けにくいんで、血刃が来た時は外周をこううろうろしましょう。であとは、はい、聖女の守りがかかってるということは、はい、わしらは天下無双を足すだけということですね。はい、こんな感じ。ぶっちゃけターンエンド行動にも当たってもらって、問題はあるけど生きていられるんで、なので適当に火力出せるとこは全部出していく、そんな感じで。怒号に関しては結構離れてくれたので、結構離れたつもりだったんですが、自分も巻き添えで食らってしまいました。で、はい、帝さんにこちら分散する災禍が来たんですが、3人受けで聖女も剥がされることなくいい感じに済みました。で、あとは、はい、こちら負け将が来たんですが、はい、怒号が来ました。怒号が来たんですが大丈夫、聖女がかかってるんで別に刃の防御をせずに。で、あとは自分の担当の場所赤色なんですが、ところがレンジャース、舞踏家さんと色が被ってしまっているので、ここは別に自分は無理して石を破壊する必要はなく、あんまりこう固まりすぎないようにしていたんですが、運悪く災禍が来てしまったので、ちょっと自分死んでしまいました。で、バイキルトもらえたので、あれなんですけど、ただ聖女が今かかっていないので、ちょっとここは警戒しながら、少しこう聖女をもらえないかなということで僧侶さんの周りをうろうろしていたらもらえたので、この僧侶さんすごくうまいです。で、はい、ターンエンドコールは出ないだろうと予測していたので、ここから強気のラッシュをかけていきます。天下無双を聖女かかっていたら、もうこいつアウルモッドをぶっ壊す、アウルモッドをぶっ壊すといった具合に、はい、後ろからもう天下無双を差し込んでいきます。ちょっと遠距離からプラズマブレードをすることでターンエンドに当たることなくいい感じに攻撃も挟むことができます。で、そしたらエンド終わったら天下無双ということで、で、ここで、はい、こちら終わりなき、ね、エンジンが来ました。これも警戒しながら常に床の色を見ながら行動しましょう。で、ここで来ました。で、このスプラッシュには絶対当たっちゃダメで、あとはこちら自分の目標の赤い陣のところまで行きます。で、やることなくて暇なので、ここは適当にミラクルブーストとか、行動時テンション上がるようになるんで多少なりとも火力はアップできます。直接攻撃できないときは自分がどうやって、その間接的に火力をアップさせていくかっていうのを、しっかり意識するといい感じかもしれません。で、真ん中に3つ出てきて、で、外周にはこちらの血刃が出てこないので、いい感じに避けることができました。そのまま聖女がかかっているんで、はい、こちら無謀なまでの天下無双。ジャッジメントに関してはね、しょうがない、こうやって、いい感じに、はい、ビッグバンで中距離からのダメージを与えつつ、スプラッシュはガチでやばいんで、これはしっかりかわし、サマーソルトが入ったのでここはしっかりと天下無双をガンガンに差し込んでいきたい。赤色の陣が近かったのでここはもう一発いけるだろうということで攻撃しております。で、あとは攻撃できないのでテンションバーンとかで間接的な火力を上げていきます。で、あとはこちらジャッジメントが来まして、なんかみんなの距離的にちょっと怖かったのでいい感じの距離感で攻撃をしました。帝さんに災禍が来たんですが3人受けだったので別に防御をする必要はなかったです。で、あとは天下無双を、はい、こちら差し込んでいくんですが、この後にしっかりと見てから差し込んでいく。血刃が来たんですが、ここは先ほど言った通り、ね、天下無双を一発ぶち込めるんで、ここ、ぶち込もうかなとも思ったんですけど、ちょっと怖かったんでこの時の自分はちょっとやめておきました。で、あとは、はい、もう天下無双、もう特に竹下がり中はしっかりと天下無双をぶち込んでいきましょう。で、床の陣がもう出てきているんで、ここは自分の担当の色にしっかりと入っていきましょう。
て、あとはまあ適当にやることねえなということで、まあちょっとジャッジメントとかも怖かったんで、ある程度距離を空けつつ、で、あとは聖女かかってるんで、はい、もう怒号なんて関係ございません。もう適当に攻撃しまくってください。もう適当に。でも今聖女剥がれたんで、いつでも、まあ、感覚的にその刃の防御を挟めるように意識しておきましょう。で、まあ天下無双をよし差し込んでいく。はい、完璧ですね。で、はい、で、僧侶さんが、はい、こちら見てください。ちょっと聖女の守り欲しいなと思ってさ。で、こんな感じに僧侶さんに近づいていったらもらうことができたので、やっぱりこの僧侶さんはガチでうまかったです。で、遠くからプラズマブレードをすることによって遠距離から安全に火力を出していきます。で、何もできないのでミラクルブーストとかで先ほど同様に、まあ、間接的に火力を上げつつ、で、終わるまで待って、で、あとは聖女の守りがかかってるということは、はい、天下無双を差し込んでいくだけ。ジャッジメントフラーが来たんですが、武闘家さんがちょっと近くにいたので、まあちょっと念のため少し離れています。終わったの確認しながら、はい、こちら古今無双を叩き込んで終了です。いやー、こちらすごく気持ちがいいボスですね。バトルマスターにはマジでもってこいのボスということで、7分11秒、なかなかの好成績でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあたくさんね、いろいろあったけども、まあ、とにかく、まあ、まとめると、バトルマスターは聖女かかっているのであれば、ひたすらもう攻撃しまくった方がいいということです。基本的にもうスプラッシュとかその辺の攻撃以外であれば全部耐えることができるんで、なのでリスクを恐れず聖女がかかっている時はガンガンに攻撃して、もう削れる時にガンガンに削っていく。で、必要であれば、例えば聖女とかかかってない、そういう場面であればしっかりと刃の防御を駆使したりとか、いつでもちゃんと攻撃を避けられるような、そういった距離感を保ってやると、まあバトルマスターとしてむちゃむちゃ火力出しやすいかなって思います。あとはまあ武闘家とかなんですが、武闘家とかに関してはまあバトルマスターの邪魔をせずにいい感じの距離感を保ちつつ、あまり死なないように立ち回るのが得策かなって思います。タイムアタックではない限りはまあそんな感じにした方がいいでしょうね。まあとにかく自分に今聖女がかかっているのかかかっていないのか、そちらをしっかりと把握することで、だいぶ戦い方的に、まあ、楽になってくるのかなって思います。まあ、とにかくバトルマスターはバカになった方が強いというわけです。まあ、あとはバトマス以外の動きだと、僧侶とかに関しては前衛に聖女を徹底して、暇であれば後衛にもしっかり聖女を徹底する。レンジャーは邪魔にならないようにケロベロスとか、あとはサマソとか、その辺を無理なく入れていく。まあそんな感じですね。まあそれらをしっかりと駆使していけば、まあこちらのアウルモッド、まあ誰でも結構簡単めに倒せるんじゃないかなって思います。ほとんどの配信者がいつもまあだいたいね10時間ぐらいかかってんすよ。まあそういう人たちでも今回なんか2、30分ぐらいでレベル2を倒していたんで、今回のボスは結構厄介そうなギミックを使ってくるかもしれないけど、まあただボスの強さ的にはそんなに強くないので、まあ多分誰でも倒せると思います。というわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。